いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、はい、今回はですね、アーキキャドのレイヤーについてですね、レイヤーを分けるメリットであったりとか、レイヤーの設定方法とかをね、解説していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですけども、今回アーキキャドのね、レイヤーということでですね、まず皆さんアーキキャドでレイヤー分けってしてますかね。僕はね、まあ正直言うと1年前はレイヤー分けしていなかったです。まあなんでかっていうと、そこまでまああんま注意払ってモデリングをしていなかったということなんですよね。皆さんもまあレイヤーなんかあるなみたいな、多分ここに壁ってあるし、なんかここにレイヤーってあるし、なんかドキュメントのとこ行ったらレイヤーってあるし、なんかレイヤー分けあるんやけど、そこまで多分あんま使いこなせてないんじゃないかなと僕の肌感的に思っているんで、解説をしていきたいと思うんですけども、このレイヤーね、分けるメリットをちょっとね、僕の方で解説していきます。なんでレイヤーを分けるのかと言いますですね、僕まあ最初結論というかまあ言いますと、このモデリングでね、この周辺環境結構作り込んでると思うんですよ。まあこういう、まあ、川であったり橋であったり、こういうね道路のまあちょっとしたところでまあマテリアルしっかり分けていたり、まあちょっとですけども周辺の建物をね、高さ情報を入れた状態でモデリングしていたり、こういうペデストリアンデッキとかもしっかりね、こういう感じでまあモデリングしていたりするんで、まあ結構作り込んでる方なのかなと、周辺環境にしたいしてはね、と思うんですよ。こういう時にですね、ただここまでまあ作り込んじゃうと、まだ僕デスクトップなんでいいんですけども、ノートパソコンの方だとね、これ多分重たいと思います。重たくて作業できへん、提出間に合わんこんなんじゃっていう方が結構いらっしゃると思うんですよね。はい、そういう方向けにですね、こういうレイヤーがあります。はい、と言いますと、例えば今これ全部周辺環境っていうのでレイヤーこうやって分けているんですね。レイヤーからレイヤーを隠すっていうのをクリックしますと、ちょっとクリクリしてますけどね、はい、こんな感じでレイヤーで僕が周辺環境っていう風に分けたものは全てこうやって隠れるんですね。こんな感じで皆さん設定していなければ壁とかしかないんで、壁で消してしまうと、今のモデリングのこの縦の壁部分であったり、柱の壁部分、はい、もちろんこの中の壁部分であったりが全てレイヤーで隠されると思うんですね。はい、そういうのがまあだるいというか、効率が非常に悪いので、こんな感じでレイヤー分けをして、で重たくなるのでレイヤーを隠しておく、作業中は隠しておくみたいな感じでやっていくと、効率的で、スピーディーで、まあストレスなくね、モデリングすることができるんじゃないかと思います。まあこれがもう一つの大きなメリットですね。はい、あとはですね、このコントロール F って皆さん知ってますかね。あんま解説したことないんですけども、この検索と選択っていうのがここのやつなんですけども出てきまして、この中で普段は全要素で要素タイプ、全てのタイプで出てくるんですよね。でこれってレイヤーではなく壁ツールで作ったもの全てなんですけども、一旦ちょっと全部レイヤー出しますね。はい、こんな感じで、はい、出てきましたけども、普段だとこの状態でね、はい、例えば壁とクリックしてプラスを押すと、この壁レイヤーではなく壁で作ったもの、先ほど周辺環境で隠れてました、ここにある、まあ、壁で作ったんですけども、ここらとかね、こいつらの部分ね、もうそれも全て選択されるわけです。これだとせっかくレイヤーを分けたのに意味がないと。はい、そういう時にですね、ここではなく板マイナスにしておいて、このここをですね、この表示レイヤー上の要素と書いてる部分をクリックします。するとレイヤー条件がレイヤーになりますね。はい、このレイヤーの部分のここを押すと、はい、先ほどのこのレイヤーの画面が出てきます。このレイヤーの画面が出てくることによって、その先ほど出てきました周辺環境とかこうやってクリックしますよね。でこれをクリックしますと、この周辺環境だけをこんな感じで選択することができます。はい、そうすることでですね、一気にまあ例えばですね、2階の壁3階の壁とかいうレイヤーを分けておくとですね、2階の壁だけを全選択したり、3階の壁だけを全選択したりすることができるんですね。はい、こういうメリットがございます。はい、まあメリットはまあ置いといてですね、じゃあこのレイヤーってどうやって分けんねやっていう方を、はい、まず解説していきたいと思います。はい、ということでね、もう早速教えていきたいんですけども、これね、レイヤー分ける方を大きく見て2つあります。はい、まず1つ目なんですが、すごく単純です。
例えばですね、はい、今こういうなんか特徴的なものありますね。こいつクリックしますと、はい、ルーフライノ、これライノセラスで作ったんで、そのレイヤーそのままなんですけども、こちらをですね、例えばこれ屋根っていうのありますから、これも屋根と屋根のレイヤーに入れちゃいましょうということで、レイヤーを変えたい対象物をクリックした状態で屋根というレイヤーを押します。すると、はい、再選択しますと、はい、見てください。これちゃんとレイヤーが屋根というレイヤーに入っていますね。はい、そうすることで、先ほどのコントロール F のここの部分とかでね、周辺環境ではなく屋根というのを押した時にしっかりと屋根レイヤーに入っていますので、クリックしたらこいつとこいつだけね、はい、選択されている状態になると。はい、そういうわけでございますね。だから、今の一つ目のパターンはモデリングした後にクリックしてからレイヤーを変える、はい、そういうパターンが一つ目です。はい、もう一ついきますね。はい、もう一つの方法ですが、今ここに皆さん多分レイヤー分けきちんとしてない方にはないものがあると思います。はい、何かと言いますと、こいつをまずね、出す方法から説明していきたいと思います。まずですね、ドキュメントのレイヤーを開いて、このレイヤー補助からね、一番下の入力レイヤー設定、もう右の入力レイヤー設定っていうのをクリックしたら、はい、今ちょっと消えたんですけど、皆さんはこのない状態ですので、ここから押すとこんな感じで出てきますね。はい、でこいつちょっと解説していくと、今個別レイヤーってなってますよね。この個別レイヤーってなってるのは、じゃあ壁ツールが出てきたんですけど、壁ツールが出てきた時に今壁っていうものでモデリングしていきますよね。はい、でこいつを今壁じゃなくて、例えばモジュールっていう風にやってですね、やってもですね、このスラブっていうのを押したらきちんとスラブはスラブと。だからこの、ツールによってしっかりと個別したレイヤーを、設定できますよっていうのが今個別レイヤーで、それが先ほどやった方法ですね。ちょっと待って、壁どこ、また、はい、これがいつも皆さんがしているのが個別レイヤーという方法です。はい、もう一つがですね、同一レイヤーというのがございまして、これを設定しますと、今のみたいにですね、モジュールっていう風なのに壁ツールの方で設定したとします。するとスラブの方でもモジュールになるわけですね。はい、もちろんシェルでも階段でも屋根でも、まあこいつはちょっと違うな、モルフでも全てそういうわけです。モデリングするための、ツールは全てそのレイヤーでまとめられると、そういうわけですね。だから例えば今からまずじゃあ周辺環境をモデリングしていきたいっていう時にですね、その時に同一レイヤーに設定しまして、そして周辺環境のレイヤーをですね選択していただいて、その状態からモデリングしていけば、今からやったやつは全てがもう周辺環境のレイヤーになると、そういうわけですね。だから今さっき僕がやりました周辺環境を一気に消すみたいなやつもですね、一個一個クリックしてレイヤー分けをしたわけではなくてですね、一番初めに同一レイヤーっていうのをクリックした状態でレイヤーを分けしたと、そういうわけでございます。はい、で次また違うねレイヤーにしたいっていう時は、この壁の状態でまたこのこっからねルーフライノとかにしますと、他の固定ルーフライノに変わっていきますので、どんどん変えていくときはもうここでまた設定し直せば次のやつから全部変わっていきますので、そちらの方もしっかり認識した上で使っていっていただければいいのかなと思います。はい、ちょっと肝心なねレイヤーの作成方法とかちょっと説明するの忘れたんで、今からちょっと遅いですけど最後に解説していきます。まずこのドキュメントを押して、このレイヤーからね、レイヤーモデルビュー、まあこれ皆さん押したことあると思いますけど、ここからですね、はい、すべてのレイヤーの設定ができますが、ここで新規作成っていうのを押します。はい、ここでですね YouTube とか、まあ、入れまして、この YouTube クリックしますね。じゃあここにもレイヤーがある状態になります。はい、ここは他にね、例えば今の周辺環境を消したりとか、もうここで設定したり、逆に周辺環境を動かしたくないとかでやったら、こうやってキーを押したりですね、はい、こういうこともできますので、皆さんぜひやってください。はい、こんな感じで今できましたね。はい、で例えば今の YouTube 用にね、はい、こいつさっき変えたんですけども、屋根でこれは、はい、YouTube っていう風にクリックすれば、もちろん、はい、もちろん YouTube のレイヤーに入っていると、そういうことになります。はい、皆さんいかがだったでしょうか。アーキキャットのレイヤーについてね、ちょっと情報盛りだくさんで、もうどういうことやってまあなってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、これからですね、ちょっと僕のインスタグラムフォローしていただいている方は分かってるかもしれないですけども、アーキキャドやツインモーションの、まあ、テクニックなんかをね、まとめて、いますので、そちらの方でね、もう少し、まあ、小さい区切りでね、
細かい細かいこともまあ解説していきたいと思っておりますので、もしよければですね、僕のまあインスタグラム、モリモリのインスタグラム、ツイッター、僕のツイッターもぜひフォローよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうか。レイヤー分けね、あまり多分皆さんしてないと思うんで、結構いい情報だったのかなと思います。はい、ということで今回の動画良かったよという方は高評価とチャンネル登録、コメントもよければよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。